僕らが悪いっすけど、この失敗から学んで前に進もうとしてるんですよ。完全に排除するのはおかしくないですか。失敗っていう言葉を軽々しく使わないでくれる。お前らはね、人に迷惑かけとんの。こういう説教とか、ね、今も先生が練習を見る時間をもらっちゃうわけやろ。まだ1年生、2年生、まだ後輩たちは見てもらえへんわけ。なんで朝の説教も、ん、1年生たちのな練習時間短なったんだ。本来なら3年生のお前たちが昨日も練習を見ないか管理せないか、それをせえへんことでチームに迷惑かかったんだ。迷惑かけたお前らが何を学んどんだ。学びがあったとしても口に出して言うもんやね。あ、学びました。何をプラスになったんだ。違うやろ。なるなる。あのね、失敗っていう言葉は本来美しい言葉だ。挑戦したけどうまくいかなかった、これが失敗。これは学んでいいよ。けどお前らがやってることは迷惑行為。やるべきことは学びじゃなくて謝罪と償い。僕ら学びました。ちょ、前に筋違いや、バカだね。一の仕事をお前らがやることで、それでお前償いになるんじゃないの。そうです。僕はバカだよ。やっと分かりよったか。はい、まだ先生もう行くから、お前ら最後までしっかりとけよ。ありがとうございました。今なチームええ感じやねん。今チームええ感じやねん。お前、雪村、今チーム、間違えてもうて、あのほうれん草のおひたしで、あの旅館の人に言うてもうて、ごめん、ちょっとあの初日も帰られへんから、今日ほうれん草やけども、うん、ごめん、すまんすまん、申し訳ない。はい、ほんで先生グランド行ってるし、お前らも準備してあごいよ。はい、僕ら冷ややっこ言いましたよね。え、はい、いや僕ら冷ややっこ言いましたよね。いや、それはだから、あ、すまん、悪かった、先生の間違いや。そんなこと言うな、お前ら1年間も準備しとるやろ。お前ら遅刻してきたしな、嘘ついた組がお前準備かってやるんかよ。いや僕らかと思うことあるんすよ。なんや。いや僕ら冷ややっこ言いましたよね。それで言うとな、お前らな、3年にもなってな、バスで間違えるってどないやっとんねん、お前。それで言うと僕ら冷やっこ言いましたよね。打撃の果てに体調悪い嘘ついて舐めてんのか、お前。こっちだって冷やっこ言ったこと忘れてないんすよ。いいこと許さ、もうほんまやった。お前ら3年間引っ張らなあかんのちゃうか。僕ら冷ややっこ無理やで。バル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 、無理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 。それ1個で来たん、うんや。あの、全然悪かったけども、それでこの感じは無理無理無理やれ無理やれ。うん、ちょ、お前らあの準備変われ。はい、1年2年お前らも準備こっちやらせろ。ああ、お前練習行け、先生見たるから。ああ、お前ら準備行け。ほうか。行きましょう。ありがとう。失礼します。
ロボ、何を感じる？ラルラル。そうだ、はい、どうも。ある意味もビビってます。ロボコジュン。これからはね、これをしっかりと強く掲げ、必ず、こう出入りするときは、横断幕一礼なる。そして出入りするんだ。ノブラ、一つ言い忘れてました。このノックでエラーしなかったやつ、来週朝練しなくていいです。バカにしてんのか。嘘だろー。いや、バカにしとるやん、お前。嘘だろー。ほな、なんでな、守備しますと言うた時じゃなくて朝練なくす言うてからそれをするね。バカにしとるのか、お前。なるなるなる。結果落ちるのか。さっきもや、お前、横断幕見てある意味もうビビってますってバカにしとるやんけ。なる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 。なあ、そもそも何なんすか。急に持ってきた横断幕に一礼とかグランドの声聞くとか、正直意味ないでしょ。何なんすか、勝手に自己完結して僕らにも許容して、なんでそんな意味のないこと僕らがやらんとあかんのっすか。アホしかやらないっすよ、あんな。なんか言ってくださいよ。僕なんか間違ってます。何も言えんやったらもう行っていいっすか、僕。もうええっすか。お前、お前はご飯食べるときいただきますって言うか。それ言いますよ。あれは何意味がある。食材を聞いとるか、お前のいただきます。正直言うてな、挨拶儀式っちゅうのは自己完結でええや。自分仲間に見せるもの、なんでか、それはパフォーマンスやな。いい人と思われたいとかそういうのじゃない。人間っちゅうのはな、アホやから思いを忘れてしまうよ。食材への感謝を毎日食べてるとどっかで、忘れてしまいそうになる。そうならないために毎回自分に言っとる。いただきます、周りの人に言うとる。自分への確認、感謝を忘れないための、それが挨拶儀式、横断幕への一礼も、ブランドの声を聞くというのも。正直言うとそれ自身に意味はないよ、伝わってはないよ。でも自分に言い聞かせる。今日も野球できてありがとうございます。野球への感謝、野球ができる感謝を、目標をお前らも忘れるなよ。仲間と確認し合う、そういう意味がある。なる、わかる？なる。確かに一見意味はないかもしれんけども、それは、自分や仲間への確認作業、野球への感謝、意気込みを忘れないためにやるもの。先生はお前たちがな、このチームの門を叩いた時からずっと期待しとる。先生はもう行くけども、お前はしっかりやりなさいよ。はいはい。あ、もう挨拶はいいからね、やってきなさい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お前不満あんのか。不満っていうか、いや、まず最初に今日朝寝坊してしまって本当に申し訳ないなと思ってます。それは僕の管理不足ですし、日頃の行いだったり今日の行いが僕が悪かったので申し訳ないと思うんですけども、ただそのここ朝到着して監督さんに挨拶した時に、監督さんその時何も言わずに、何も言わなかったので、僕練習参加していいのかなと思って練習参加してたんですけど、この厳しい朝練とかは差しといて、その時は何も言わずに
最後ミーティングの時に出ろっていうやり方が僕の中で正直気に食わないっていうか、なんでこんなやり方するのかなっていう。それやったら最初僕が挨拶した時に、その時の説教っていうよりかこう言っていただければよかったかな、よかったんちゃうかなっていうふうに思ってて、わざわざなんで厳しい練習をさしてから最後に言うんかなっていう、そういうやり方が僕の中でなんか演出すぎるっていうか、なんか嫌われてんのかなっていう、あ僕嫌われてんねやってその時思いましたし、なんかあ信用されてないんやなみたいなと思いますし、逆に僕もそういうやり方してる監督さんのこと信用できひんなっていうふうに思います。はい、お前今信用っていう言葉使った。はい、まずや最初に信用を失っとんのはどっちや。なる、好きとか嫌いとかそんな事件の話をしとんの。お前はそれはお前こんだけのチームをお前みんなでやるっつってんねんからや、好きなやつ嫌いなやつぐらいでお前出るわな。お前それ別に先生がとかじゃないよ、チーム内で全員が好きとは限らんかもしれないよ。そんなんどうでもええんちゃうの。もうそんなん怖いなところでもやってんちゃうの。友達じゃなくて仲間、戦友な。戦友も命かけた戦いするときにこいつ嫌いやからなってなるか。関係あらへんもん、そんなもんやるしかないんやつ。それで日本一とロゲーでやっとんねん。なる、なんやお前日頃の行いやとか、それは申し訳ないんだけどね、戦をしようとしてるわけ俺らは今から。スポーツじゃない戦、その時まあ要は戦の準備でな、武器は揃ってるかとか作戦会議をする時には戦や命を受けた、そこに来ないっていうのは行いとか迷惑とかの次元やないよ、裏切り行為よ。命かけてやり合おうぜって時に人生かけてみんなやってるわけやろ。日本一なんて取れんわけや。人生かけてやってる戦の準備に遅れるってのは裏切り行為。なる、わかる、はい、好きとか嫌いとかそんななんか緩いのはいらないね。害悪です。なる、チームの害悪、邪魔、論外。戦の準備間に合わないっていうのはもう論外です。気抜けてたらって話じゃないよ。もうシンプルにお前だけ命かけて人生かけてそれが分かっただけの話。なる、ゆるもうな、チームにお前みたいにゆるキャラはいらないから。なる、邪魔です。わかる、はい、出てってくれ。なんかネットやな、ね、やってたけど、いやビールのつもりかしらんけど、そういうの掃除やん。千里そんなんしたからって、じゃあこいつと人生が今日とならんから、はい、はい、行け。邪魔、裏切り者が入ってくんだ。邪魔、はい。ねえお前、なんか思とることがあるならちゃんと言え。はい、さっきのミーティングでもお話しさせていただいたんですけど、こう半袖になるとかボールになる、ボールに謝るっていうのは分かるんですけど、こうなんかファウルを畳まずかけたことに対して謝るっていうのが正直いまいち分からないというか、ちょっとやりすぎなんちゃうかなっていうふうに僕の中であります。ねえ、その違いは何なんやお前の中で。いやもう半袖になるっていう部分に関しては、まあ、真冬でも寒い中半袖になって、まあ、人間なんでこう練習やる気ある時もあればない時もあるので、こう半袖になって自分を奮い立たしてモチベーション上げるっていう意味ではこう半袖になるのもすごく意味あるなっていうふうに思います。でボールに謝るっていうふうに関してはこうタオルに畳まずにして謝るっていうのもちょっと意味は似てるなっていうふうには思うんですけど、こう打ち損じたボールに対して謝るっていう部分ではこう失敗はないがしろにしないっていうか、こう失敗にしっかり向き合って一球一球思いを
込めてやるっていう部分に関しては試合の勝利につながるんじゃないかっていうふうに僕の中で思うんで、そういう部分では分かります。ただなんかタオルを畳まずにかけてそれに謝るっていう部分に関しては、まあ、正直全然意味わからないっていうか、なんかちょっとやりすぎなんちゃうかなっていうふうに僕の中で思う部分があって、はい。そうか、よっしゃいな、よう分かっとるやん。はい、そこや。おや、お前はよう分かっとんね。はい、ちゃんと向き合ってるからな。はい、まあ例えばハンストになる意味、はい、その通りや。ボールに射精する意味、はい、その通りや、はい、お前もちゃんと意味を分かった上で本質を分かった上でやっとると思う。ただ、まあ、野球がチームスポーツってのは分かるな。お前が言ってた勝利に近づくにはチーム力が大事なのかな。お前が今言ったようなことを今一年坊主が全員分かっとると思うか。それは言葉で言ってな、これはこういう意味や言って、なるほど、分かりましたって言うかもしれないけど、本質は多分分かっとらない奴らが多いよ。はい、だそいつらに分からせんのは、まあ監督である先生もだけども、先輩であるお前の責任でもあって、でそういう意味ではさっきのタオルの一件も、まあ、確かにタオルに謝ったから野球が上手くなるかって、そこは繋がらんかもしれんけども、お前がそういう、まあ、例えばあれ先輩めんどくさかったんかなと一年坊主が見よるかもしれん、なんで畳まんかって、うん、先生いつも畳んでああいうのが置いてるのに、なんで先輩畳まずにかけたんやろ、めんどくさかったんかな、あこの先輩でもちょっとめんどくさがりなところあるんや、あってことがあのね謝罪とかそれとかもまあ面倒くさくてやってんのかなって一年坊主は思うよるわけや。おや、うん、ほな一年坊主は半袖になって気合い入れる意味やけど、ただ半袖になって、半袖になるだけ、寒くなるだけ、ボールに謝るのもほんまは失敗に向き合って謝らなきゃいけない、ただ口で謝るだけ、うん、本質を取ってない形だけの儀式か、儀式になってしまうわけ。あれ一年坊主かな。じゃあさっきお前が言ったら大事やけどモチベーションを保つとか失敗に向き合う、勝利に近づく、これをお前はできてても一年坊主ができなくなる。どうしたらいいか、お前が細かいところで行動で見せるしかないな、うん、細かいタオル畳む畳む、うん、細かいけど、あ先輩はこういうとこもちゃんとやってんねやっていうのを一個一個見せていくことで一年坊主に分からせなあかん。それがお前の仕事でもあるよ。お前が一年坊主やったら、まあそのなんか、まあまあ分かっときとんなでほっとくけど、お前自分の立場もちょっと考えてな、まあお前やったらそこも考えれる男やないか。だって分かっとるよ、お前が辛い思いをずっと抱えてること。まあ一年坊主の時な、まあ先輩からのいろんなパシリや何やに悩まされてってのも先生は分かっとる。お前の中でな、野球に対する思いが消えてないのも先生は分かっとるよ。いろんな毎日辛い思いがあって、その中でだるいなって思ったりとかもあると思う。お前の中での苦しみってのは先生は分かっとる。その証拠にお前みんな寝静まってからね、自主練したりするよ、たまに。なんて知ってるの？知っとるよ、先生。先生、なんかお前の様子を夜中にグラウンド明かりついてないから見ることあんねん。いつも最後に、やったのはお前や。ねー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 レッツゴー解放解放エクステンションレッツゴー解放解放エクステンション